はい、日本中の皆さんどうも、高橋です。お久しぶりです。今日はですね、日本で一番、魚釣りがうまいお方とちょっと電話対談することになりまして、ちょっと緊張してます。ちょっと今ね、電話しようと思うんですが、電話番号どこだ？ちょっとね、やっぱりその私も一応釣り YouTube、まあ最近あんま動画更新してないんですけど、まあ釣りはね、ちょこちょこ実はやってまして、まあ動画撮ってないっていうのが、まあ正直なところで。で、一番釣りが上手い方にやっぱりね、電話で対談したら、つい自分の釣りの腕もね、上達するんじゃないかと思って、ちょっと電話してみます。電話出てくれるかな？ちょっと、電話しますよ。もしもし。はい。今大丈夫？喋れますか？なんか偉い予想しいけど、何かまたライブかなんか。いや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 、別に俺はいつも敬語ですよ。なんかいつもとなんか違う感じなんだけど。はい、どういうこと？なんか偉い予想しい喋り方だけど、なんか。いや、今日ちょっと YouTube の企画で、うん、日本で一番魚釣りがうまい方と電話対談っていう企画やってんのよ。今、うん、みんなに聞こえとるってことですか、これ？いや、一応今カメラ撮影してます。はい。あ、声だけは入ってるってことですか？そう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 。で、結構毛ガニおじさんちったら、この間も見させてもらったけど、釣り行ってるやん。でも、まあ最近のやつは坊主だけどね。なかなかでも腕があるって聞いてますよ。ベテランの域に達してるからね。ベテランの域？え？お前、足のある釣りをしてベテランだからね。お前、大江川坊主か？結構アングラーおったんだけど、他に。やっぱり大江川は誰も釣れとらんかったね。あれ釣れんだろ、あそこ。まだ御三川の方が可能性はあるね。なあ、だってもう俺、お前の動画見て、2分見て、あ、これ坊主だと思って、もう飛ばしちゃったもん。釣れたらサムネで魚が映っとるね。うん、もう釣れないオーラが出てるやん。ティン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 って流れた瞬間、もうこれダメやん。もうこれダメやん、パターンじゃない。いや、でもね、ベテランだからね、今度は釣ると思うよ。まあ、琵琶湖で50アップも釣っとるしな、この間。イルカ池でも46今年取れてね。あれな、イルカ池、おかっぱりで釣れたんや。おかっぱりでも、もう暴走始まるってことだよね、しかも。あれ、シャットだったか、シャットで釣れたんか。いや、ファームの、あれはね、ちっちゃいエビみたいな感じのファームだね。ロック日中用のちっちゃいやつ。でも、ケガニおじさんつったら、もう最近じゃ、大江川界隈では一番有名な、YouTuber になってきてるでな、もう今は。で、さっきちょっとオールドドアをちょっと購入したんだけど、40代ならみんな知ってると思うんだけど、うん、シャットラップってあったじゃんね。うんうんうん。ラバラのシャットラップ、めちゃくちゃ有名で出たじゃんね、昔。うん、あれ売っとるとこあったもんで、ね、買って、うん、多分これ今だったら爆上じゃない。今持ってる人はほとんどいないと思う。シャットラップ、いや、まあマニアは使ってる人おるよ。だからあんまり有名じゃないよね。あ、今でも使ってる人おるかな。おる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 けど少ないよね、ラパラ使ってる人自体が。かっこ悪い、もうね、ラパラかっこ悪いイメージになっちゃったのよ、おっさんみたいな。あ、若い子は。でもね、ラパラって言ったら一番人気だったけどね。それ釣りトップでマインドコントロールされたよな、俺らな。ああ、少年釣りトップで、ね、釣りトップ、うん、そう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 。あ、お前も買っとったん、釣りトップ毎月買っとって。あれ結構あれじゃん、なんか手紙コーナーとか引っ張ったでしょ。あれ、お前、俺の友達、お前文通コーナーで文通しとったでな。中1の時文通コーナーとかあったじゃんね。文通コーナーでお前徳島でお前住んどって、お前俺の友達中1でも男同士でお前文通して気持ち悪いやつだよ、ほんと。プレゼント企画とかも結構いろいろ。俺も応募したことあるわ、あれ文通コーナー。お前当時何？文通どうしたの？文通コーナー当時住所載せとったでな、釣りトップに。そうそうそう、すごいよね。危ないよあいつら。
俺も見とったね。俺はもう貧乏すぎてあれだよ、あの年に2回ぐらいしか買わんの立ち読みだよ。立ち読みも普通にできたね。あの、うん、テストが貼ってなかったし普通に読めたじゃん。そうやな、うん、あれは面白かったよ。あの文通コーナー結構俺も見とったよ。いやあれなんか文通しませんかみたいなやつやったよな確か。あれ面白かったよ。あれ危ないな。今はインターネットでできるからそんなもん。今はなかなかそういうね、その住所までっていうのはね、うん、面白かったけどね。ケアニおじさんは今釣り行くかじゃあ。まあ、いいよ、腕は上がったよ、腕は今。上手くなった？あの、昔の感覚が、昔の方が上手かったけど、昔の感覚が戻ってきたね。戻ってきた？そうそうそう。結構行っとるもんな、お前釣りな。仕事の合間に。最近、そうだね。でも夕方ちょろっと2時間ぐらいとかね。だから時間が短いから釣れないかもしれんけど。そうか、そうか。じゃあ、あなたが、ちょっと話変わるけど、あなたが一番コラボしたい釣り YouTuber おるか。特にその俺も釣り YouTuber かって結構顔広いで大体呼べるで。え、例えば有名な人だ。誰でも呼べる。誰でも顔広いけ。いや全員呼べれるよ、一声かけりゃ誰でも。この間吉君、うん、去年からあ、したね。だから、重鎮なのよ、俺。重鎮。重鎮？それもう釣り YouTuber 界隈なら誰でもコラボできる。誰でも。で、マスケットこと？いや、誰でもできるよ、俺は。重鎮だから。なんか偉い、なんか、どうしたんだろう、なんか偉いよ。何？気持ちの発言なんか、なんかあったの？いや、別なんもないけど、当たり、本当の本音や、本音。だって、釣り YouTube 自体俺が作ったようなもんじゃん。もともと俺が一番初めにやったんだから。早い方だったの。いや早いで一番だよ俺が。全部後輩よ、後輩。もちろんもちろん。なんだから簡単に言うと、だから釣り業界で YouTube やってる人はもうお前コラボしたやつおったら言ってくれよ。釣りガールでもなんでもいいよ。全部俺連れてくるから。釣りガールもなんか増えたよね、なんかいろいろなんか釣り、多いよね。全部後輩よ。だから多分一声かけて断るやついねえんじゃないか。呼んでくるで。誰がいい？例えば誰がいい？ちょっと言ってくれよ名前を。有名なとこで言ったら、うん、椿やったっけ、あれ、なんか。なんて？湘南の人で。なんとか椿って言ったら。ああ、それは声かけて喜ぶんちゃう？あと、もう一つ、まだ、あ、あったじゃん。うん、なんか、何？なんだっけ、何？あすみくんと、関係の、あれ、グループか知らんけど、誰？テいろいろね、あれ俺のファンらしいで、あの人。本当？と思って思い込んでる俺は。だから多分喜ぶんちゃう、声かけりゃ。ええ声よ。お前なんかその話で盛り上がった話で、ジュエリーちゃんで盛り上がった話。いやだからお前がコラボしたいって話だよな。うん。なんかあの変な、ちょっとなんかあれだけど、まあ、いろいろおるけどね。うん、声かけとこうか。何？キテスルーと、なんだっけ、ほう。大阪のあの人とコラボしとったね。大阪のあの人誰？わかんない。多すぎてわかんない。大阪の名前なんだっけ？あの人なんだっけ？あの人じゃわかんない。ピアブでパッパしてる。誰？若い。お前ピアブで会ったじゃん今日ね。誰？ショークローフィッシングだったっけ？ああ、うん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 。ショークロー。コラボしとったでしょ？うん。あ、誰と？だからそのスペースモンキーだったっけ？あ、そうなんだ。ごめん、ちょっと最近釣り会をあんま見てなくてわかんないんだけど。お、なんか、ちょっとペア二人で。あー、そうなんだ。釣りしたんじゃないじゃん。いや、ただ、キアニオジさん、そんな嘘言わんで、まあ、女の子好きやん。え？女の子好きやん、あんた。男なんか興味ないくせに。男だからね。男なんか興味ない、コラボなんかしたくないくせに。女だけなくせに、ほんと、誰や。いや、正常だって。俺だって男とコラボなんかしたくねえもん。コラボするなら、そら女だけよ。うん、だから あとさ、その釣りガールでもその男の匂いがついてる釣りガールはいらない。もう、ああ、そのバッグにいるようなね。いるよね、業務的な人は一切関わらない。ああ、わかるわかる。
金絡んでる人は一切もう純粋な釣りガールが好きだから俺は。そうそうそう、それは俺もそうだよ。俺も呼べるで、誰でも俺一声かけるで。いるの誰がえ、じゃあ有名なジュエリーと、あと誰、あジュエリーとあと誰、あれでしょ、なんか、うん、そういう匂いがするし、なんかいやいや、そう、ジュエリーっていう子はもう釣りガツとかそういうアウトドア好きな子だけだから、金とか興味ない、あの子はそんなんじゃない。うん、純粋な子。男の匂いもなんかガンガンするじゃん、なんか。え、何何、男の匂いがなんかする。ないないない、絶対ない、あの子はそんな子やない。ええ子よ。偉いな、あの子はもうそういう悪いとこ一切、そういう、じゃあ金が欲しいならもっと動画作っとるよ。動画もたまにしか作らんやろ。そう、最近増え減ったよね。いやだからお金じゃないんだよ、本当に普通に楽しく釣りするだけで、その純粋な子なのよ。そんなお金をかけてるような子じゃないから。うん、あとあの人、うん、面白いな、多分コラボしたら面白いなっていう、あの女の人、なんか誰リーとなんかっていうような、もし女の、ちょっとキャラクターがちょっと濃い面白いな、おるじゃん、なんかいろいろ。では名前は誰、わかんない、俺もようわかんないんだ。名前あの人なんだけ、なんか短パン入ってやるじゃん。いや、みんな短パン入ってる、ドイツのことや。地上波でも前テレビで出とってたっていう、なんかなんだっけ、ゲジモンの海がメインでやっとるじゃん。ん、マルコス、マルコス、マルコス、ええ子よ、あの子は。あれ面白いよ、ね。呼ぼうか、じゃあ電話してみるわ。うん、電話番号知らんけど。ああ、マルコスも結構タイプだと、絡みたいと。あ、面白そう、いい動画になりそう。ああ、まあちょっとコメントでコメントしてみるわ。うん、ええ子や、あの子も。うん、ほんで。本音言ったらね、うん、あれでしょ。誰？光遊びだって男でそんな花のある女性と接触したら楽しいでしょ。まあだからそうだ、俺もそうだな、本音はもう男とコラボやってもときめかんもんな、つまらんもんな。うん、うん、いやいや、苦しいし、苦しいし、うん、いや、やっぱその女の子だって夢があるやん、ワンチャンあるかもみたいな、そういうとこやろお前。いや、そこまでは考えないけど。いやいや、考えとるやろお前、ワンチャン。うん、綺麗なことを、うん、こう楽しく利用するっていうのが普通のあれですね。マジか。じゃあ俺ちょっとセッティングしてみるわ。じゃあ俺も自分のことばっかり今まで考えて生きてきたから、お前毛ガニおじさんにそのなんか幸がな、もしだったらマルコスなりジュエリーさんなり二人で将来お前結婚する可能性で出てくるわけやん、ほんまに。また何、いやいや、あ、いやだから、ね、ちょっと待って、ね、恋愛って年齢じゃないんだって。ちょ、ね、何、前でもそれで盛り上がっとったけど、うん、じゃあもちろんもちろんもちろん、そんな不純な気持ち一切ないけどさ、釣りして一日一緒にしたらさ、なんか波長が合うとかあるじゃん。で、恋愛とか年齢とかも関係ないじゃん、正直。なんかえらい話がなんか私から変わってきとる。いやいや、だからもうな、その結婚まで行ってくれたらいいかなっていう思いはあるよ、そりゃ友達として俺も。いやいやいや、うん、一緒に仲良く釣りしてればいいかなって。もちろんもちろん、まあ初めはな。でももしかしたら帰りにワンチャンなんかあるかもしれない、一緒にねご飯食べに行ったりして。ワンチャンって言葉好きやねんな。なんかえらいワンチャンとかなんか結構いやらしい気持ちがね。わかったわかった。じゃあ他にいないか、他に釣りがある、ちょっと俺も詳しくないんだけど、あの子は言ってくれ、俺全力で呼ぶわ、全力でちょっと声かけてみるから、あのコラボしたい人。詳しくはないよ俺も。誰誰、じゃあ誰か他におる、他に来たら。まああと男の YouTuber はまあいろいろ多すぎるけど、うん、誰がコラボしたい、うん、声かける。男だったら別にそんなファンはいないね。男は興味ないか、ね、やっぱ、うん、でも、うん、最近やっぱり有名なのはマスゲンっていうね。あ、マスゲンとコラボしたい。でも向こうは嫌がるんじゃないの。結構あの人も不思議上にメリットおじさんだね。あ、そうだ、いや、まあ確かにな、じゃあ人間そんなもんやね。わかるでしょ。うん、何、わかるでしょ。いやだから、わかるでしょ。毛ガニおじさんはちょっとコラボしてもメリットがないやん、こっちにも。俺は別にね、そういう部分は関係なしだけど、向こうはなんかメリットおじさんだからさ。いや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 、あなたもメリットおじさんでしょ。もなんか、それに関わることで自分に得がなかったら一切動かないやん、あんた。
そういうなんか義理とかなんかそういうので動かない人やん、あなた。え、何？まだある義理人情だよ。義理人情ないよ。自分に得があるかないかで動くやん。人間ってそういう生き物よ。いやいや、だから人間ってそういう生き物だから、やっぱり何らかのお金じゃなくても何か対価があるから動くんや、人間って。大なり小なりっていう。そうそう、俺もそうだから、別にお金とかじゃなくて関わることによって何か楽しいでもいいし、ね、ワンチャンあるかもとかさ、それで何かメリットあるんじゃないかっていう。インターネットだよ、インターネット。引きこもりなんだからこっち、お前。もうワンチャンってなんかでも昭和の言葉だよね。そのワンチャンって今の若い子になんか昭和古いってなってるみたいな。いやだから他にいないか、じゃあコラボ声結構顔広いで俺も。おう、あー、あと有名って言ったらキッドフィッシングチャンネルとかね、Kさんですよね。もう友達やで。うん、あ、だったら Kさんだったらコラボしたい。うん、分かった。だ、まあちょっと、うん、で他には、他には、あとはちょっと分かんない、多すぎて。いや、お前もさ、そういうカメラ今回っとると思って嘘の演じとるけど、まあ女がいいやろ。お、女、誰がいい。うん、呼ぶわ、名前言ってごらん。誰がいいって、まあ知ってる人ってそんなにいないよ。だから今ジュエリー、マルコス、次はジュエリー、あと、うん、まあ、次は、あとは分からん、あとは分からん、本当に分からん。あとはもう女なら誰でもいいわけか。男の匂いがしないフリーの女なら誰でもいいわけや。まあ要はあのそんなあの楽しく釣りができればいいよっていう感じだよね。ああ、そうかそうかそうかそう。でその女性でもおるじゃん、損得勘定考えてるようなやつが。有名な人だったらコラボするけど、うん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 、弱小 YouTuber だったらなんかケンっていう感覚の人。それは良くないよな、人間として。だよな、俺もそう。下で見るような、そのなんか、え、キャスだか千人ちょっとしかいないやつかみたいな、その、作ったやつやつね。それはちょっと、なんか、嫌だよな、やっぱそういう思いやりがないからな、そういう子は。態度のない人は嫌だね、それは。たださ、キャンニューさん、現実社会ってさ、女の子もさ、損得感情で動くやん。まあ、それをでも表に出すか出さないかね。そんなもんよ、世の中。あえ、いや、でも、え、何、それをガツガツ出すのは嫌じゃん。いや、まあ、あからさまはな、ちょっとな。なんか、その辺、うん、態度のある人が、いい、絶対に条件を。ああ、だからちょっと、思いやりがあるような子がいいわけやな、ナチュラルに。まあ、難しいかもしれんけどね。いや、でも、まあ、ワンチャンあるかもしれんねな、そういうこの動画聞いてくる、聞いてくるって向こうから逆に。俺も何5回ぐらい言っとれ、ワンチャンワンチャン言ったらいかん。いやだから、あの俺も結構あの引きこもり系で結構待つタイプだから、自分からいけない子なのよ俺も。そうだった。うん、だからこれで動画出しとけや、もしかしたら誰か、もう要するに女の子だけの募集しよう、コラボ。あといらんやろ。そうやろ、まあ、女だけでやろ。女性の方がいいやろ、うん、年齢制限設けとくか。何歳まで。別に別に、楽しく釣りができればいいっていう、普通に年齢制限別に特にないけどね。でも60でもいいわけか、おばあさんでもいいわけか。60で釣りの動画出してる人のおるで、そんなもん。五三川でもこの間も65歳のおばあさんが釣りしとって、四国でもお前50代のおばあはんが釣りして俺友達になったかな。 YouTuber じゃないでしょ。 YouTube で場ではないけど、だから50代60代もおるで。募集かけたらそんなばっかりで来るの、あんた年配の人にモテるんやけ。60代の何、女の人が何バッとしとったの。しとったよ、だから五三川で結構年配の、あと松山で55歳ぐらいの人がバッスリしとって。で、俺見たことないよ、そういう人。で、結構通っとるみたいで、昨日は釣れたけど今日はダメだみたいな。だから俺らが募集したらおばあさんしか来んで、若い子来んで。え、でも YouTuber でさ、お今日のあのゲストはこの方でとかって、じゃーんおばあさんばっかりで、うちは来るの。逆に大爆笑してくる。
だから若い子呼ぶならその金かイケメンかどっちかないと無理やわ。なんかないとメリットがないと絶対来んわ。だからじゃあ年齢なしでいいよ。わかったわかった。でも毛ガニおじさんも結構ちょっとあとちょっとやすりは結構イケメンな方やでな、どっちかっていうと。もちょっと太ってきたね。そうやな、モテ、でもモテん方ではないでな、結構モテる方ではあるでな、どっちかっていうと。まあ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 、あんまりちょっと人の批判みたいになっちゃうから、ちょっとあんまりあの人が太ったとか言ったら傷ついちゃうといけないから、そう悩んじゃうといかんからな。うん、悪いこと 言っちゃダメよ。ちょっとしてきたこと言っちゃダメだよね。うんうん。いやでも毛ガニおじさんもあとちょっとやすりゃ別にモテん顔じゃないし、結構ワンチャンあんじゃねえかなって思ってんの俺。ハハ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 ハ。いや今日ちょっと暇でちょっと電話してみただけなんだけど、一応録音してるから全部ノーカットで公開するから。うん、ああワンチャンワンチャンって言ってもいいよね。あと誰かいない池上おじさんコラボしたい人。俺もそんなにねあんまり見てないから、他の YouTuber の見てないのか。いやそんな詳しくはないんだ。釣り以外でも俺言ってくれた、俺コラボセッティングするで、それぐらいのやつもらうで。釣り以外でもお前結構顔広いで、誰でも誰でも何でもいい、 YouTuber だったら一声かけるで俺、そんぐらいやらさせてもらうで。あの人知ってるな。誰誰あの人じゃ分からへん。顔出し人なんで無理だよな。あの人じゃ分からんがんだ、どんな人。あ急に言われるとね、すぐ忘れる。どういう印象じゃないけど忘れる。なんかオカマチックな喋りで前教えたけどさ、オカマチック、女の子男の子。そこでオカマの、うん、多分ねオカマの設定だと思うんだけど、うん、なんか喋り方がなんか男なんだけど喋り方が女っぽい喋り方。でどういう内容の動画作ってんの？だから釣りもするし、そういうなんかゲテモノも食ったりもするし。誰やそれ。ヘビ、ヘビ取ってヘビ食ったりとか。オロチンユーか。あ、そうそう、オロチンユー、オロチンユー、オロチンユー。あ、オロチンユーが好きなのか。あれ友達やで俺。オロチンも。いやだからオロチン自体が俺のファンやで、もともと。知らんの？マジで？いやだからオロチンユ自体が俺の追っかけで、もともとがずっと追っかけられとって、で俺のモノマネやねん全部。あの喋り方ってちょっと。いやだからじゃ、いやだからもともと俺の大ファンで、俺を追っかけで、でマツコデラックスとかが好きなのよオロチンは。友達やで俺オロチンは。俺個人的にはオロチンユー会いたいって。いつでも呼べるで、そんなん。逆に声かけたら俺のファンやで、あいつ。あの辺は。それ知らんかった、それ知らんかったわ。オロチンユーあたりはだからまあ人気だわな、だから結構今な、才能あるから。人気あるでしょ。やっぱりそのトークがやっぱ切れるっていうか、なんかトークがいいんだろうな。うん、あの喋り方がちょっとね、そうそうそう、衝撃覚えたわ。 あの子は俺のファンやからな、だからいつでも呼べる。若いの？うん、まあまああんまり個人情報ちょっと言うなって言われてるから言えんけど。あ、うん。だからあの辺の生物界隈は多分全部通るで、話は。他におらんか、誰でも呼べるで。あ、親友なんか会いたいって、面白いから。ああ、そうかそうかそうか、オロチン言うな。あとは？あとはそんなに詳しくないってだね、それぐらいだわね。他にないか、コラボしたい人いないか。他ってわからんよね。いや、誰でも一応声はかける。それは断られるかもしらんで。じゃあ高橋君の逆におすすめは。じゃあ俺はマジ瓶からさ、本当にあの人っていうのがいないんだよな。うん、いや例えばまあ、うん、あえてこの人っていうのはいないの、コラボしたい。いやだからコラボするんだったら、まあ亀田三兄弟と一緒に釣り行って、それで井上直弥と辰吉樹也と辰吉丈一郎を呼んで、みんなで釣りだよ、友達になっちゃう。そうで亀田四郎さんも呼んで、最高ってみんなで言うの。最高。はい。で竹原渡嘉敷畠山チャンネルにもコラボ申し込んでおくわ。あれ面白いよ、たまに見とるんだけど。
あの最近よ、もう畠山と竹原が俺のチャンネル見とるらしいで。どのチャンネル。いや、ちょいちょいなんか発言とか聞いとると俺のモノマネしとんちゃうかと思うもんね。うん、どういうモノマネ。まあまあそれはいいや。じゃあちょっとコラボとかちゃんとその辺にも申し込んでみるか。受けてくれる。あ、だからお前の畠と内山とかとスパリングしたらいいやん。竹原とか。エビスオカのチャンネルもあるでしょ。うん、じゃあだからエビスオカとお前ガチで殴り合ったらいいやん。お前何？もうはっきりでこっちはもうあれだ。いや向こうも年やで、もうもうええ年よ、あの相手も。は？得意よね、エビスオカね。得意よね。うん、じゃあや殴り合ったらいいやん。スパーリングしたらいいやん。今流行っとるでスパーリングは。犯罪でもなんでもないで、合法やで、リングの上でやったらいいやん、スパーリング。朝倉未来もこれで負けちゃったけどね。朝倉未来とお前コラボしたらええやん。じゃあスパリングしたらええやん、お前。あの話するで俺から。え、何？柴田みたいな感じでね。あー、やりたいんだお前、対決したいんだ。あ、柴田と釣りしたいね。あー、なるほどね。まあちょっと連絡をだけはしてみるけど、ケアニおじさんのちょっと名前出して知らんかもしらんでな、お前も結構まだまだ名前ないもんで、相手が誰ですかってなるからな。え、俺のこと絶対知らないと思う。知らないと思う。ただ、東海で言うとやっぱその、渥美拓磨さんと俺はコラボさせてもらって、崇拝させてもらっとんだけど、うん、知ってる、知ってる。うん、だから、その、あの界隈は毛ガニおじさんのことは絶対ファンだと思うのよ。変な魚おじさんとか、気まぐれクックとか、西山フィッシングとか、あの辺は、全部毛ガニおじさんのことは知っとると思う。絶対。絶対知っとる。行こうよ、じゃあ一緒に行こうよ。だから緊急事態宣言が20日かなんかで終わるじゃん。そしたら一緒に行こうよ、変おじんとこ行こうよ、売名目的で。で終わったら適当に、その海が近いから海釣りする。いや、だからなんなら一緒に行こうよ、変おじと。で気まぐれクックの金子さんのモノマネは俺ずっとやらさせてもらっとるから。モノマネとかやってる？やっとる、毎回。気まぐれクックのモノマネずっとやっとるから、一応挨拶はしとかないかなと思いはあるよ。で、コラボもありかな思っとるよ。何？変な坂本さんは何会ったことはない。俺ちょっと変おじはまあちょっと面識ないから。ただ年下やんでな、あれ変おじ。お前変わらんのじゃないの？うんうん、30代よ。嘘？お前やで、30代やで、あの人。後輩よ、後輩。堂々としてええで、お前。そんなペコペコせんでよ、お前。後輩なんだから。ペコペコは真剣。だから、年上の方が偉いじゃん、俺らの考えは。年が上の方が偉いんだから、後輩と一緒。年下は。何？何？最近会いに行こうかなと思ったもんね、俺。いや、一緒に行こうよ。だから、多分、変おじは、なんだろう。やっぱ商売人だから、何でもできちゃう人だから、まあいきなりな、変おじい言ったらびっくりしちゃうから、まあどうもはじめましてって礼儀だけはちょっと言わせなあかんけど、後輩みたいなもんやん。だって俺らより後から YouTube 始めとんやで。後輩みたいなもんやん。だったら声かけてもええんちゃう。何？先輩やで、そりゃそうやで。もう50近いで、お前も。何？何？いや、アルコール取ってない、今日はテンションが高いだけ。なんか挑発的ななんか喋り方になってきてる。いや、もともとそういうくどい性格だから。元々です、これ。何？だんだんなんか挑発的になんかテンション上がってきてる。そうか。ねえ、ということで、よそよそしい喋りから急にだんだんなんかあー、じゃあまたちょっと電話してよ。ちょっとコラボちょっといろいろ考えるわ。だけなにおじさんも名前売ってかないかんし、まあ御三川会計ではお前が一番っていうのを俺信じとるから、御三大江ではお前が一番だよ。それは俺認めとるから。うん、ありがとう、ありがとう。全国区にやればそれはちょっとまだやけど、御三大江の中部界隈ではお前一番やね、今一番乗っとる。やろ、釣り具屋でも声かけられる最近。あ、最近か。メガネ取っても声かけられる。でもファンなんだって相手が。おう、だからファンも増えてきとるで、お互い。まあ俺はまだまだだけど、もうお前のが人気やん、もう今は。もう俺も動画出してないし。
もうルアーコーナー行くとカバー目線を感じるんでやろ、どこ行っても見られるやろ。ちょっとね、恐ろしいぐらいな人だよ。だからもう人気者なんだよ。だから釣り場行ったらもう握手やで。ステッカーとかもなんか作らなかったよね。作っ、 T シャツ、ケガニオさん T シャツ作れよ、T シャツも。でもそれってみんなやるようなことだよね。同じことやると面白いね。いや、じゃあファンはだから自分の好きな人の T シャツとかステッカーとか欲しいんよ。だから作るのよ。え？そういうもんかな。そういうもん、そういうもん。だから本当にファンじゃなかったら買わんけど、本当にファンだったら金払っても欲しいのよ。3000円でも5000円でも。ファンって本当にそういうもんよ。だってお金もタダでもらってくださいって人もおるんやし。おるで。あ、お前チャンネル YouTube でさ、メンバーやったら儲かるで。あれ俺もやっとるけど、だからメンバーっていうボタンを作って月々いくらって会費設定できるから、俺やっとるけど、みんなめちゃめちゃ払ってくれるで。お金なんもせんでも。だからファンは何、もう存在してるだけで毎月お金払いたいって人おるのに、既得な人が、ファンの人って。いやだって俺メンバーで、俺金もらってんの毎月、何もしないのに。会費、昔の言うとアイドルのファンクラブみたいなもんよ。で YouTube で設定ググれば分かるわ。や、設定してみや、メンバーで何人入るか。いっぱい入るで。そしたらお前何もせんでも毎月お前金が入ってくるんやで。でうん、あるある。だからメンバー制っつって、でファンってさ、その自分の好きな人の幸せを願うのよ。だから何もせんでも、そのさ1万円は無理やけど、まあ1000円とかだったら毎月払うよって人が いっぱいおるで。やってみたらいいじゃん。まあ生活の支えにはなるかも。支えてくれるよ、ファンは俺らのこと。でやってみよう、メンバー制、会員制で。で動画作らないかんで、こういう風に作ったんでお願いしますって言えば、もう結構ファンおるね、な、入ってくれるで本当に。なるほどね。うん、ということで、またちょっと、じゃあまたちょっと連絡して、釣り行こうよ。じゃあ緊急事態宣言が終わってからなるけど、ねえ、だからまあ変音寺のとこ行こうよ。で友達になろうよ。でコラボを申し込んでさ、一緒に釣りしようみたいな。うん、ああ、そうそう、元カレさ、変音しんとこ。いや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 、変音しとか言って、お前、慣れ慣れしいと思って。だって、別にじゃないの？だって、後輩だと思ってるやつ、そんぐらいの感じでええで。だって、本当やから。もう、年上なんだから、俺の方がな。そうそうそう、やっぱ10個違ったらだいぶ違うで。うん、そんな感じで行った方が、向こうもやっぱり下手に固く行くよりさ、心開いて行った方が仲良くなれるじゃん。でもある程度あの配慮はしながらね。もちろん失礼なこと言ったらいかんけどな。あ、俺で仲良くなって、ちょっとこっちの売名に利用させてもらうってことだよな、結局な。あと自慢できるじゃん。うん、メリットじゃんね。で、いやだからさ、俺はさ、まあ変おじから気まぐれクック行って、それで、うん、そっからウーム界隈とか行って、そのヒカキンとか、そのコネクションできんねん。全部繋がっとるから。うん。そのなんか、針を通すような隙間から入っていけばいい感じ。そうだ。あのな、チャンネル登録100万人以上とかはもうつるんどるのよ、みんな。横が。通通なのよ。で、俺 YouTube で、100万人の飲み会とかあるのよ。100万人、チャンネル登録100万人以上の飲み会とかあるのよ。で、俺一回呼ばれたのよ。行かなかったけど、めんどくせえっつって。まあ、引きこもりだから。で、そういう、だから、そういうつながりで最初、ヒカキンまで行って、はじめ社長とか、東海オンエアとかな。その辺とのコラボもちょっと考えてこうよ。お互い。まあ、すぐには無理やけど、その、将来ね、夢持ってた方がいいや。一年、半年後、一年後ぐらいには。で、結構俺、お前、ヒカキンとか合うと思うんだよ、性格が。うん、だから釣り仲間とかになっちゃってさ、年に2、3回コラボするみたいな感じになったら名前売れるで。ヒカキン。うん。今のおもろかったわ、おもろもね。結構うまいやん、おもろまね、ギャニオンさん。え、
結構うまいね今の。よかったよかった。何やそれ。いやなんかそっちやっぱなかったっけ。いやまあなんかやるなブンブンって。会場ブンブンって感じで名前やった。あれか。わかった。ほじゃあちょっとまだ緊急事態宣言だなんか連絡ちょうだいよ。一緒にちょっと変音人とこ行って嫌われるかもしれんけどね、相手されへんかもしれんけど。うん、了解了解。ちょっと挨拶してまだ友達みたいなもんやね、同じ YouTuber みんな。まあまあ同じ相手だしね。うん。行ってなんか海苔とか買って喜ぶんちゃう。変王子も海苔買ってやってるけど、魚とかちょっとそういうの干物とかちょっと買ってあげて。ああいいかもしれないね、そういうの、ね。うん、なんならその後一緒に料理とかちょっと動画撮りましょうかみたいな話になるかもしれんで。ああまあその場の空気を読みながら、ね、もちろんもちろん向こうが嫌ってなければ俺らのことは。ああマジですかみたいな感じで。もし塩対応だったら嫌われてるってことやから、というか多分存在知らんかもしれんな俺らの。誰それみたいな。空気でわかるんで、行けば。で、変王寺の友達でなんかつ釣りのなんか、船とか持っとる人おるからさ、あの人に一緒にさ、料理とか、漁とかやっとるの。魚漁とか連れてってもらおうよ。なるほど。うん。いいかもしれないね、それとかね。で、あの辺の、あの、気まぐれグーグーとか、西庵とか、厚見拓磨とか、あの辺とも友達になっちゃいいじゃん。あー、いいね。あー、いやいや、後輩。そう、後輩なんだから、お前の、全部。立ててもらうな、もし立ててくれんかったら怒ってもええ場面やで、お前。そんな後輩なの。49なんだよね、49なんだわ。ああ、それは後輩だもんね、面倒見だったらええよ、お前。ああ、よしよしよーってね、マジで。その笑いは何なの。いやいや、なんか面白かったよ。じゃあこれ、ノーカットでお送りするけどよかったかな。問題発言なかったよね。愛があったよな、今日のトークは。まあ、でもなんかちょっと若干何、マスミン君のことなんか言ったかもしれないね。あ、マスゲンが太ってきたって。本当に太っとるやん。それ思いやりやん。痩せた方がええやん。ああ、まあ、そういう、はい、了解したら思いやり。だって、あんだけ太ったらやっぱり内臓脂肪も増えるだろうし、なあ。そうお前健康には良くないから、もうちょっと痩せた方がいいんちゃう。まあ、ちょっとあの年でね、あの30代であれはちょっと太りすぎだよね。お前も一時でもめちゃめちゃ太っとったやない。もう15年ぐらい前にもう、びっくりするぐらい太っとったやな。あの時俺もどうしたんと思って、もうブッチャーやんって。で、あの時から比べたらだいぶ痩せたぞ。そうでしょ。あの時もうおでこからなんだこれって。もうだるまみたいやったやん一時。だるまみたいなこと言っとったね。あれ15年ぐらい前やな。それだってからもっとだったね、もっと。で、あの頃に比べたらもう半分ぐらいのイメージやけどな。別に今太ってないやん。いや、80キロ内に。ああ、そうかそうか。うん。そうそうそう。目標は60キロぐらい、60キロ後半になるかなと思って。まあ、ウォーキングとかジョギングとかしたら痩せるんちゃうか。そうだね。だから変容寺とコラボとかしたら痩せるかもしれない、動いて。ああ、いいかもしれないね。うん。変容寺と。変容寺とか行かなかったね。変容寺とか行こうよ。いやだから、もしあの撮影 NG 出たらもうそこは黙ってなかったことにしよう。あの、まあ、いや撮るのやめてくださいとか、その潮対応だったらもう泣きながら帰ろう俺ら。うん、まあ行ってみたら分かる。うんでも、はい、あの変容寺も商売困ってるもんね。あれ干物とか買ったら多分喜ぶで、あの人も。だから商売大変なんだもん。今こんなコロナのあれだからね。そう魚介系もね、やっぱりあの辺の知多半島のあの辺のね、ね、気まぐれ市場か。え、何？店にも下ろせんじゃん、ああいう新鮮だったかな。あれ、豊浜市場か、気まぐれ市場か、どっちあれ、どの辺だったっけ？知多半島、豊浜市場。知多半島じゃなしに、あの、一色の方。ああ、西尾とか、西尾とか、まあ、昔な、あの辺で俺らも結構悪さしとったでな。うん、まあ昔仕事で行った人たちの西尾とか、うん、一式までな一緒に送ってったことになったな、お前とな。結構も毛ガニュさんも昔からモテるもんで、俺も覚えて思い出したわ。なんか一式の物先まで毛ガニュさんと女の子俺送ってった記憶あるわ。あんたも結構遊んどるもんで。え、物先言うといつと違うよ。あ違うの。え、ちゃんとじゃね、物先は。うん、あっちの三河の方、三河、あっちのガラ通りとか。あ、そうなんだ。ああ、そうかそうか。
まあ最終なあのコラボとか言って最終夢持ってお互いやろうよ、ワンチャンあるかもしんないし、なんか、はい、またそう思いますワンちゃんにこだわるね。いやいや、それいちいち突っ込まなくてよくないか、別に言いたいだけなんだからワンちゃんって。もう多分10回ぐらい言ってたよね。ああ結構だから、ケガニおじさんもモテん方ではないでな。なんかちょっとだんだんげっとりしてきた。いやさあ、モテるとは言わんけどモテなくはない方やでな、ワンちゃん。もしかしたら、まあ、あのかっこよくもなくブサイクでもないっていう、まあ、で、ケガニおじさんの場合はさ、第一印象よりもやっぱ2回3回繰り返し会って恋愛に発展していくタイプや、どっちかっていうと。あ、まあ中身がある。そうそう、だからその会ってその日にそのジュエリーと恋に落ちるとかないと思うのよ。でも、まあ、初めにワンチャンっていうのじゃなくてね、そう、はじ2回3回4回で続いてさ、友達としてさ、その先にそうなんか自然な流れで気がついたらそうなってたみたいな、そんなんがいいじゃん。信用をまず作ってって感じ、ね、それ俺も嬉しいしさ、もう俺じゃ無理やから、あのケガニおじさんに夢を託すよ。いやいや、なんで諦めるの。いやいや、だから俺はもう自覚しとるで、俺ではもうそんなワンチャンとかないって分かっとるで、あんただけ幸せになってくれたらええで俺は。うん、いやいや、そんなことないって。そんな諦めたらダメ。そうか。分かった分かった。ちょっとこれ動画長くなっちゃうから、もうこの辺で。うん、元気で元気で、ありがとうありがとう。じゃあ本当に、で、バイバーイ。バイバーイ。